世の中には恋愛感情というものが理解できない人間がいる。そう聞いたら、あなたは驚くでしょうか？それとも、自分もそうだと思うでしょうか？少なくともそういう人間が実在することは確かで。これはそんな、恋愛を知らない人間のお話です。私は生まれてから一度も、恋愛をしたことがありませんでした。でも、性行為は別です。私は性欲が人一倍強く、できれば毎日、最低でも一週間に一度はセックスがしたい人間です。相手は基本的に固定せず、適当にその時の気分で変えてきました。同じ相手とばかり何度もすると、向こうが勘違いして、彼氏面をしてきたり、プライベートに干渉してきたりして、とても面倒くさいのです。それに、私の求める頻度で、私の求める強度で、品質で、それができるほど、体力や技術のある男は、そうそういないのです。ただ、ごく稀に、私の求める条件に合う、私と似たタイプの男も、いることにはいて、そういう男とはしばしの間、セフレ関係になることもありました。彼もそんな希少動物の一人です。これまでの人生で最長ですが、もう3ヶ月も同じ相手とこの関係を続けています。お互いにサバサバした性格で、めんどくさいざれ事は一切なし。他のことには一切干渉せず、肉体的快感を求めて、交わるだけの関係です。私たちはほぼ毎日逢瀬を重ねて、むせ返るほど甘く濃密な時間を過ごしました。これほど私を満足させてくれる男は初めてでした。結婚しよう。え？結婚しようと思ってるんだ、他の女と。え？だからお前と会う頻度は減らさざるを得ない。今から伝えておくよ。あっそ、おめでとう。何よ、意外と隅に置けないわね。ははは。でも、あんたは恋愛とか、興味ないと思ってた。別に恋愛してるわけじゃないよ。相手は取引先の重役の娘さんなんだ。政略結婚ってやつかな。出世と金のためだよ。そうなんだ。その子、お金持ちなんだね。でも、見た目は可愛いの？ブスなんじゃないの？セックスは？お嬢様なんでしょう？処女かもよ。あんたを満足させられるかな？はあ、お前には関係ないだろ。単なるセフレのお前にはな。そうね。私たち、体だけの関係だもんね。ねえ。だったらさ、もう一回やろうよ。今日はさ、徹夜でさ、ね、いいでしょ？いっぱいセックスしようよ。気持ちいいことしようよ。ほら、脱いで、しゃぶってあげるから。何すんだ、やめろよ。クソうぜ。帰るわ、もう会わない。なんで？どうして？ね、なんでなの？ねえ？うざいんだよてめえ。彼女でもないのに、結婚してからも関係を続けたいと思ってたけど。いいじゃん、続けようよ。一生続けようよ。ずっと、一生、毎日、私がいればいいじゃん。お前がそういうやつとは思わなかった。最悪だよ。じゃあな。うわーん、しくしくしく、うわーん。世の中には恋愛感情というものが理解できない人間がいる。そういう人間を私は一人だけ知っています。